めっちゃいい香りします。ミネストローネは野菜料理。どうも料理のみさん、リュウさんです。はい、お疲れです。なのでそんな私が今一番食べたいものを作ろうと思います。スープですよね、温かいスープ。ということで今回は私が一番美味しいと思うですね、ミネストローネ。これを食べればたちまち酔いが収まります。そんな至高シリーズ、僕のために作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料説明いきます。ミネストローネってね、なんだかって言ったらですね、まあスープなんですけども、まあイタリアだとなスープの種類ってね結構あって、ミネストローネって具沢山のスープっていう意味なんですよ。だからね、別にトマトのスープじゃないですよ。実はミネストローネ、ミネストラ、あとズッパっていうのがありまして、イタリアだとで、ミネストローネっていうのは一番具がでたくさん入ってて、豆かパスタを入れ込むんですね。だから一つで済んじゃうスープのことをミネストローネって言うんですね。まあ違ってたら後で編集がもうちょっと込み入れてくれる。多分合ってます、はい。日本のミネストローネってどういうもんかっていうと、イタリアでいうミネストローネではないんですね。お豆も入ってないし、パスタもあんまり入ってないんですよね。今回作るのは日本でミネストローネって呼ばれてるものです。分類的にはね、ミネストラになりますね。具沢山のスープになります。ただまあこれとパンさえあれば食事は済んでしまうっていうようなやつになりますね。前置きが長いね。そんな具沢山のスープに入れたいお野菜たちはこいつだ。キャベツ、まあ、200g ぐらいですね。1/4個、春キャベツだと1/4個ぐらい。人参、これちっちゃいの1個 100g ぐらいで、じゃがいも中サイズ1個 150g ぐらいですね。で、あとベーコン、これ 100g。 ソーセージとかでも構いませんが、ベーコンが僕は好きです。玉ねぎ、大きめのサイズの半分で 150g。で、ニンニクがね、3かけです。ホールトマト缶ですね。を使っていきます。はい。今回作っていくのはスコーのスープですね。僕、全然酔っ払ってるんですけど、まだ。なんですけど、僕が、どれつまんなくなるじゃないですか。酔っ払うと。あれは、酒で脳がやられてるんではなくて、もともと、滑舌悪いんです、僕。それだけちゃんと言わせておいてください。今、ろれつ回ってないんだけど、飲んでもろれつが回んないっていうところをね、ちょっと見せていきたいと思います。アルチューマシン2号です。うわぁ、やっていくぜ。料理が出来上がる前に、私も出来上がってまいります。いただきます。生きる活力がもうみなぎってきますね。血の一滴でございます。そろそろ惹かれるので、やっていきたいと思います。このベーコン、こういう厚切りのものがいいです。ブロックですね、はい、ブロックのものがいいです。薄いのでもう全然できるんですけども、ちょっとねお肉感あった方がね、このミネストローネ、あの具沢山スープになります。美味しいです。こんな感じでね、切って、コツはね、全部のお野菜を等しく大きさを揃えていく。なので等しくにしてください。全然酔ってるね。どうした。ブロック的なあの感じでベーコンは切り終わりました。こいつはね、フライパンにちょっと入れちゃいましょうね、これね。はい、はい、はい、入れていきます。はい、はい、こんな感じ、こんな感じよ。はい、こんな感じで切っていきます。こうやって切るとなんかブロック的な感じになるでしょ。こんな感じ、一つずつの大きさこれぐらいですね。はい、こちらを切っていって、こうやって切っていこうかな。これもね、半分にしてね、厚いところ半分にしてくださいね、これね。はい、こう切っていく。これもスーパーひとしくんに切っていきます。こういう感じですね。はい、はい、で、こうやって角に切っていく。いいですね、いいですよ。今のところもうかなりいい調子でやってます。じゃがいももね、もうなんかこんな感じのスライスにしていって、はい、今回ね、人参とじゃがいもの皮剥きません。ミネストローネ結構煮込みますんで、煮込むとね皮とか気にならないんですよね。で、しかも今回のじゃがいも新じゃがなので、なので気になる方は皮剥いてください。僕はもう入れちゃいます。はい、こうこんな感じね、角に切っていく。大体全ての野菜が1センチ角ぐらいなのが結構理想ですね。キャベツはね、芯ごと入れてくださいね。もうね、なんかこんな感じ、もうざっくりと切っていって、このまんまもうね、横に切っちゃいます、ね、で、
角な感じになればいいんでね、はい、で芯の部分もね入れてください。あの煮込まれるんでね、芯もねあの甘くて美味しくなっちゃいます。ザクザクとね、キャベツはね少しね大きくても全然平気です。まあこんな感じでしょうかね。まあ叩いて、ニンニクはねみじん切りでいいですよ。はい、これを切って叩いて、でまあ切ります。芯がある時は取り除いてください。今回はね芯ないです。はい、あすごい。はい、ということで、あとはねこれねフライパン一つで作っちゃいます。まずはこのオリーブオイル、だいたいね大さじ2杯ぐらいかな。ベーコンを炒めます。パリッとね、ベーコンに焼き目をつけて香ばしさを出していきます。最初ニンニクを炒めがちなんですけども、ベーコンをカリッとさせたい場合はベーコンから炒めます。じゃないとねニンニクが先に焦げちゃうんですね。ちょっと焦げ目がつくぐらい炒めた方が、美味しい仕上がりになります。まあちょっと軽く炒まったらですねニンニクを入れていきます。ニンニクはね香り出しです。ニンニクとこのベーコンの香りがたまらないわけです。という感じでニンニクが少し色づいてきました。こんな感じです。こうなるとねすっごいいい香りがするんですよ。このベーコンとニンニクを炒めたこの香りを逃がさない、これをつまみにしていく。野菜を入れていきます。もうね玉ねぎ、じゃがいも、人参、キャベツ全部入れちゃいます。玉ねぎ、人参、じゃがいも、キャベツで、マナブを3分の1入れていきます。さじ3分の1ですね。はい、炒めていきます、ね、ベーコンとオリーブオイルがお野菜に回るように炒めていきます。そうするとねお野菜にね旨味が入りますんでね、一回炒める、これ重要です。お野菜に油を含ませるっていうのがすごく大事なんですね。シコのポトフの時もあの焼いてやったんですけども、あのそれと同じような感じですね。ベーコンガーリックオイルで炒めた野菜の香りって凄まじいね。これねもうねこのまま食える。今回は最高のスープに仕上げますんで。あ、で今さっき塩入れたじゃないですか、塩入れたのは野菜からねこの浸透圧で水分を出していくっていう重要な役割があるんで、お塩はこの時点で入れます。ちょっとね強めの中火で大丈夫、終始しんなりして油回ったな。トマト缶です。ホールトマトがいいです。ホールトマトのがね甘みが結構出ますんで、ホールトマトがいいです。あ、なければカットトマトでもいいんですけど、でこれねこれこのままバッと入れちゃう。潰しながら炒めます。手で潰して入れる方もいらっしゃるんですけども、僕はね手汚れの嫌なんでね、この右手はね絶対ハイボールを持つ、右手なので、いいポルトマトに当たると酸味全然ないんですけども、酸っぱいのが多いんですね。なんでここでトマトを炒めるとね、トマトの水分が抜けてですね甘さが出てくるんで、ここで水を入れる前にちょっと、ね、炒めちゃう。できるだけ強い火でやってください。トマトの水分がとろっとこう全体にまとわりつくようになったら OK。 普通はね白ワイン入れるんですよ。なんですけどもトマトと日本酒の、相性すごいいいことを知ってるので、日本酒を 150cc 入れていきます、はい、白ワインでももちろんできるはできるんですけども、白ワインだとね物によっては酸味が立っちゃうんですね。だから酸っぱいミネソローネになっちゃうの で僕はまろやかなトマトの酸味よりも野菜全体のまろやかさが勝つ、そのミネソローネが好きなので、そこに合うのは日本酒です。こうちゃんとアルコールを飛ばすような感じでちょっとねここで炒めていきます。でアルコールを飛ばしたらちょっとね火は弱めて、お水 500cc、 はい、ここで水分が入ることによってねスープ感が増しますんで、ここでねコンソメを入れます。コンソメはね入れてください。野菜からはそんなに旨味出ないんです、はい、なので、コンソメ入れてください。そしてここにオレガノです、はい、これねトマト煮の時もやりました。トマトとオレガノってすごく相性がいいのでオレガノを入れていきます。1、2、3、6、7、8、9、10、これ3分の1ぐらいですかね。これねこれはねトマトと相性バッチリです。振んなくてももちろん美味しいです。ただ振るとより至高になります。強火で沸かしていきます。ポコポコ鳴らします。はい、これぐらいそうポコ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 こう沸き立ってきたら弱中火ぐらいですかね。そうしましたらこの状態で蓋をして20分煮込んでいきます。20分経ちました。20分だけだったらねそんなヘロヘロになりません。私はめっちゃいい香りします。ちょっとね味見をしてみたいと思います。目安としてはじゃがいもがほっくりと煮えてればもう完成なので、じゃがいもすくってください。
これは本当にこれ以上ないと思うわ。マジでうまいっす、これは。持っていきたいと思います。はい、じゃあ持っていきます。もうね、どこすくっても具なんですよ。ミネストローネは野菜料理。少しね、オリーブオイルかけてあげてください。そうするとね、華やかになりますし、オリーブの香りも立ちます。はい、かけてあげてください。少しパセリをかけてあげて。はい、至高のミネストローネ完成でございます。それではできましたので、いただきたいと思います。いただきます。ワインかな、いいかな。じゃあいただきます。うめえ、これ最高にうまいわ。これ野菜がさ、形残しつつも噛むともうホロホロなんですよね。うん、キャベツがいい。特別なことはね、日本酒ぐらいしかないんですけども、こんなに上質なスープができるのかっていうぐらい、ほんと品のいい味に仕上がってます。うん、オレガノすごい効いてますね。これがあるから、レストランチックな家庭で作るミネストローネとはちょっと一線を画すような上品さがありますね。じゃがいもも人参もものすごく柔らかく仕上がってます。皮付きのままやってるんですけども、全く気にならないです。粉チーズです。これにスープが合わないわけがない。さらにワインに合うように成長しましたね。焼いたパンとかね、バゲットとか添えていただくのもすごい合うと思います。一皿でかなり多くのお野菜が摂取できるので、栄養価としても非常にいいと思います。スープなんだけど具がこんなにあるからさ、つまみになっちゃうっていうね。ということで、タップチャンス。はい、ようこそお越しくださいました。いただきます。いただきます。そのまま、うまっ。ちゃんと野菜たちも食感残ってて、うん、これぐらいがちょうど今一番美味しいぐらいの、なんかそれぞれなんか柔らかさみたいな感じします。クタクタになりすぎないっていうね、はい、これ以上煮込んじゃうと全部味をなくしてボテボテになっちゃうので、煮込み時間20分が一番。本来は白ワインとか入れて風味つけるんだけど、今回日本酒を使ってるんで酸味はどこにもない。ないですね。オレガノめっちゃ効いててうまいっすわ。オレガノなんすよ、はい、オレガノがないとどこにでもあるミネストローネみたいな感じになっちゃうんだけど、オレガノ効かしてます今回。鬼にかなぼうとはこのことでござる。うまくないわけがないっす。これはうまいっすわ。これはもう鬼に金棒、龍二にハイボールですね。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、皆さん、あまりにも仕上がりすぎて私も仕上がってしまったということで、お後がよろしいようで、今日のミネストローネは清き一票お願いします。